勝を含めた入り口陣も応援にしてくれて、はい、今回の動画はですね、私がですね、昔オーストラリアに1年ね、サーフィンしに遊びに行ってたことがありまして、その時にね、ちょっとあるサーフィンの大会に出たんですけども、その大会の時のね、様子が動画で検索したら出てきたんで、それをちょっと皆さんにご紹介したいなと思って、この大会っていうのは全オーストラリア中のテレビ局の、まあ、カメラ来たりとか、もう水中カメラマンもね2人以上いたんじゃないかな、いたりとか、もう観客なんて多分1000人以上はいると思いますね。そういう大会にですね、まあ、たまたまちょっと私も出れる機会がありまして、その時はまあちょっとショートボード時代だったんですけどね、まだ10代の頃の話ですけども、その映像が出てきましたので、どうぞちょっとこちらの方ご覧ください。さあ、ヒート1がすでに始まってますけどね、水中カメラマンなんかもいてね、かなり本格的な大会ですよね。白い海パンの選手が今乗ってます。おっと、ここでくるっと回って可愛いお尻登場。これなんて書いてありますかね、ヌデサーフィン。英語が全然わかんないんでね、こう何の大会に出たのかね、いまだにさっぱりわかってないんですけどね。あ、また乗ってますね。これはまたお調子者ですね。選手はみんな白の海パン履いてますね。セットが来て、選手たちがわちゃわちゃしてきました。この試合ルールは一つだけでね、いかにスタイリッシュにチンチンを見せるかということなんですね。チンチンはダメだな、削除されるな。お茶目スティックにしましょう。ああ、この天下のハットのおじさんやってましたね。お茶目スティックが完全に前に向いてましたもんね、観客の方にね。ああ、グーフィーフッターいいですね。グーフィーフッターずーっと5回調できてます。これは高得点だったんじゃないでしょうか。こんな大会に水中カメラマン2人もいる。五階町テンガロンがゲットしてますね今。この人、この人、多分このグラサンの人、これ審査員席に座ってる、これね多分元 CT 選手だと思うんですけど、名前悪くある方いたらねコメント欄で教えてください。お前らは何を神妙な顔つきで審査してんだっていう、こんなもんに話し合うことなんかないだろ。背番号マジックでね背中に書かれちゃったりして、はい、ヒート2開始しますね。でこれヒート2でソフティの出番ですね。このパドルアウトしてるのソフティですね、一番手前ですね。10代のソフティ細いですね。今と一緒でね、インサイドの波ガンガン行くんですよ。これ乗るか乗るか、見てくださいこれ、全オーストラリアのテレビ局が来てて、これ何を本気でそんなに撮ってるんだってね。波の状況こそ最悪なんですよね。ソフティもねゴリゴリのショートボードでしたからね。他の選手はみんなファンとかミッドレングスですね全員。今のようにソフトボードがね開発されてればなって思います。これ見てください、人すごいでしょう。ずーっと向こうまで人ですよ、バカですよね。何をそんなにね他人のお茶目スティックが見たいんだっていう、もうねこれみんな少しでも近くで見たいから、こう前の人なんかね足が水に浸かっちゃってるんですよこれ。こういうバカなところはね本当に欧米の文化好きですよ、そこだけは好きです。
ほらもう本格的な機材で撮影しに来ちゃって、人だかりとカメラの量、ハリウッドスターが海に入ってんのってね。で、海を見てみるとこう全裸の男たちがね、わっしょいわっしょいですよね。はい、ここでまたソフティがわちゃわちゃしてますね。もう一人だけね、ゴリゴリショートでもうはたいてはたいて、逆に目立ったかもしれないですね。これおじさんたちね、今見てもみんなうまいんですよ。さすがオーストラリアだなっていうね。あー、このイエローボードめっちゃ乗るんですよね、この人。で、ここなんですけど、この隙間からね、見えてる子たち、この子たちも大会出場者なんですよね。あ、落ち着いてくださいね。その動画は探したけどありませんでしたからね、うん、落ち着いて。このバスタオル持ってる子たちも何を思ってこの大会のお手伝いしようってなったんだろう。こいつらにバスタオルなんていらないだろう。犬みたいに砂で拭いとけって感じですよね。で、この赤い人いますよね。この人が多分この大会の中で一番まともな人だと思います。だってほら、顔がもう、なんで俺こんな大会手伝わなきゃいけないのみたいな表情が死んでますよね。こんなに双眼鏡を覗いたりとか、こんなことする必要ないですからね。何を拍手喝采。一緒に住んでたイギリス人も応援に来てくれて、まあ、ぜひ日本語で応援したいから、そういう時の日本語を教えてくれって言ってね。これおじさんたち普通にうまいんですよね。あ、技が出ましたね。鉄真っ白やないかい。あー、出ました、イエローチンコ。あ、イエローボード、イエローボードが現在1位のようですね。ソフティもね、こうアピールしないといけませんね。はい、ソフティ乗りました。いいカービングからのソフティスティックのお披露目。スローでもう一度いきますね。カービングからのソフティスティック。これ会場も結構沸いてますからね。この後もインサイドガンガン行きまくるんですけども、まあ、ショートで乗れる波はなかったんですよね。誰かに借りてでもね、ファンとかやればよかったですね。このお手伝いの女の子たち、何を一生懸命真面目に説明してますけど、ね、大丈夫でしょう、こんな大会適当で。またこうやってね、乗るんですけどね、技らしい技が決まらずですね、一人だけショートだったので会場は盛り上がりましたね。そんなに昔から天の弱だったのかっていう。この大会今でもやってんのかな。日本でまず無理ですよね。あー、これイエローがいいの売ってます。またはい、大技が出ました。もうほぼほぼ1位通過で決まりですね。でね、この人もお茶目スティックが下からはみ出してるんですよ。編集めちゃくちゃ大変でしたからね、夜な夜な。なんで俺は、うん、オージーたちのお茶目スティックにカーソルを合わせてクリックして、またカーソルを合わせてクリックして画像処理して、もう狂気の沙汰ですよ。
で、まあ、結果はイエローボードがやはり1位通過して、まあ、ソフティはね1こけしてしまったんですけどね。でも会場を沸かすことはできたんじゃないでしょうかね。ここで、あ、バスタオル忘れてますよって、だからもういらないだろって、ここまで来て、でこれちゃんと隠すんですよね、今更。もう全オーストラリア人が見たから普通にイケメンですよね。はい、今ね人がね見ておられましたけどね、まあ何を真面目に生きてんだって感じですよね。ふざけていきましょう、ふざけて楽しんでね生きていきましょう。もう楽しければいいじゃんいいじゃんでやってきたのがねこの私ですから、人生もサーフィンもね、もうふざけて楽しんでいきましょう。ちょっと飲んじゃいましたけどね。初めて私のチャンネルに来ていただいた方、ありがとうございます。動画はねショートボードをやってたんですけども、あの今チャンネルではねソフトボード、あの私一生懸命やってます。チャンネルではっていうか、もう私もソフトボードしかやらないともう決めました。あの人生でね、あの楽しいからね。でまあ興味があればチャンネル登録していただいてね、他の動画もあの見ていただければと思います。よろしくお願いします。レッツソフティソフティ。番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。